はい、皆さんおはようございます、こんにちは、そしてこんばんは、アチェでございます。PC88 のですね、三国志2ですね、パート46になります。パート45ね、4分ぐらいしか取れなかったんですけども、またね、電話かかってきちゃいましたね。業務時間外だったんですけどもね、ちょっとね、またけたたましい音で電話が鳴りましたので、止めさせていただいてちょっとカットしましたので、ご了承くださいませ。じゃあ引き続きですね、やっていきたいと思います。ね、ちょっとね、電話がね、結構長かったのでね、何がどこまで行ったのかちょっとね、私忘れちゃったような気がしますね。あ、攻め込むって出てたな。攻め込む準備してたんですね、おそらくね。あ、なんかなんとなく分かってきたような気がしますけども、あとはまあ、全然いいや。あ、これで3-18ですね。3-18と3で戦争で15ですね。住所やっぱり言いますね。軍資金はね、3000、兵糧が40万ぐらいでいきましょうかね。多分ね、17国の戦争復活した時にね、えらいことになると思うんでね、さっきその前に18国落として逃げ場所をね、どん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 、ああ、いいじゃない、いいじゃない、いいじゃないですね。ね、張飛行ってこい。この場で捕まっているのは張飛だけや。おねえ、もう今大忙しなんで一人しかいないですよね。ちょっと缶を後に入れよう。ちょっとね、他のね、人たちをね、上げていきましょうね。よいしょ。あ、チョーンはね、もうね、すごい優等生なんでね、チョーンさんはね、女性にも人気が高かったと思いますよね。よいしょっと、はい、どん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 囲んでいきましょうね。缶を見せない方がいいか。よいしょ。さあ、27国を抑えまして、あ、そうか、退却できねえんじゃねえ、できんのかな。隣が死にそうなってるからできないかもしれないですよね。となると、倉庫捕まえれる可能性がありますよね。あ、逃げた、逃げたか。25国に逃げたか。どうしるかな。ちょっと18国かなり拠点ですね。28国人よこそっか。これえらいことになるはずですね。多分ね、とんでもないことになると思うんですよね。いやー、来た来た、うわ、6万。ね、ちょっとね、ちょっと寛平さん、ちょっと柵をなんとかしないといけませんな。ちょっと海に、しましょうか。ちょっとね、総大将おる場所がね、あんま良くないんですけどもね。足捕まえた。これをね、ここに置いたら多分川渡るはずですね。で、ここに置いて、ここですね。こういう感じでどうでしょうかね。あらら、ああ、それはなんとなく想定済みなんで。ああ、兵糧がやばい。
もっと持ってくれよかった。一人返すか。一人返してガワッと持ってくるか。よいしょよいしょよいしょ。誰チョコか。ミスったなぁ。兵糧ミスちゃったなぁ。これはね、これしかないかなぁ。おしゃ、来た来た。物量で押し寄せてくるのが見えた。あ、しまった。あ、しまった。コートを変えますか。そうきますか。そうきますか。あらら、予想外の展開ですね。じゃないんだけど、多分なんとかなりますね、これね。ただ思ったより突っ込んでこなかったな。もっとね、ガンガン突っ込んでくると思ったんですけどね。よし、どうしましょうかね。あ、突っ込んでこないわ。突っ込んでこないな。これちょっとまずいな。ちょっとね、退却させたいので、ですね、ちょっと誘い入れましょうか。誘い入れましょうか。そうですね、誘い入れてみましょう。ポチッと。よいしょ。これ突っ込んできますね。絶対突っ込んでくるの。来た来た来た。よし、来た来た来た。あー、いけた。いけたな。よいしょ。ちょっと兵糧は心もとないな。あ、砲塔がいたな。砲塔がいたな。どうしようかな。よし、蝶箱を捉えて、やばいな。今月いっぱいは持つか。今月いっぱいは持ちますね。挟まれてるのがちょっとバカらしいのでね。
押さえられたらやばかったな。123、あ、突撃やな、これ。よしょこい、よしょこい。旅券か。あ、こっち来んかったか。あ、火かけられたらやばいな。ちょっと一人は退却させておきたいな。よいしょ。撤退しましょうかね、多分ね、多分これらあたりがね、恩人の方に、ね、恩人というかね、来るはずなんで、ジョコは退却しましょう。19国に、で、兵糧をガバッという感じでいいでしょうかね。ぶつけようか。水の上でかめへんな。